始まりましたフルファミチャンネル。はい、本日は MC を担当させていただきますオタです。はい、今日はこのボゴールパインっていう一般的にスナックパインって言って手でちぎって食べれるパインを食べていきたいと思います。とこれは主に石垣島で栽培されているパインは3種類あるらしいんですけど、1個がクリーミーなピーチパインで、もう1つがこのちぎって食べれるボゴールパインです。ボゴール。酸味と甘味のバランスが抜群なのがハワイアンパインで、これはチュラパイン、沖縄で作られてるからチュラパインってことだな、多分な。はい、じゃあいってみよう、食べてみよう。まずはここのお尻を落とします。はい、こんな感じで、美味しそう。めっちゃ甘い。こんな感じで切って、はい、もうそれだけ切るのは、はい、ここからはちぎって食べるっていうやつです。え、すごっ。どないですか？めっちゃ美味しい。え、食べたい。ちぎれるってすごないですか？すごい。普通に。え、すげえ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 。割りちょぼちょぼい、めっちゃ食べれる。え、見て。やば。え、すごっ。なんでなのな。なんかバクバク食べちゃう。うん。なんかパインのベロが痛くなる感じがない。めっちゃ甘い。うまっ。うん。じゃあここであれしよう。いつもの乾杯レーツをやりたいと思います。これは海賊になりきって乾杯の温度を取ります。お前ら出航の準備はできてるか。あの歌を歌うぞ。ヤウハウヤウハウヤウレイゲイ。乾杯レーツ。乾杯レーツ。乾杯レーツ。うまい。うまいわ。うん。なんで。はい、ではバク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 食べ続けた結果、芯がこういう感じで真ん中だけ残ってるんですが、普通のパインやったら普通は真ん中だけを切り落としてサイドを食べるっていう感じなんやけど、なんとこのボゴールパインは芯まで美味しいらしい。分からん、ほんまか知らんけど、ほんまにらしいから、ちょっと行ってみていいですか？はい、どうぞ。もう頑張っていっちゃっていいよ。噛めるんですかこれ？分からへんよ、噛んでみ。じゃあいきます。いただきます。めっちゃいった。うわうわどう？食べれてるやん。え？もう普通にそのまま？あの延長？うん。そう。うまい。すごい。じゃあなんか。うまい。うん。なんかサクサク噛める。なんかリンゴよりやわらかい。めっちゃ美味しいね。てかむしろ芯の方が美味しいかもっていうレベル。なんか周りのちぎって食べるところはジューシーな感じで。真ん中は味はちょっとなんかほんまにさっぱり、めっちゃ美味しい。これ丸々全部食べれて、ここのお店ではなんと580円でございます。イエーイ。てかこれ多分なんかちっちゃい子とかに一個一個ちぎらして食べらしたら、多分時間もかけるし、多分楽しめるし、ご家庭に一家族に1個どうですかみたいな感じでいいと思います。いいね、これめっちゃいい。美味しい。はい、では今日は石垣島のボゴールパインを紹介しました。これから夏なので、パインとかスイカとか食べることが多くなると思いますので、これをぜひほんまに1回試してみてください。めっちゃ美味しいです。美味しいし、食べやすいし、面白いし、もうなんか全部ほんまに一石五鳥みたいな感じぐらいいい感じです。いつものことですが、皆さん YouTube のチャンネル登録、高評価、Instagram のフォロー、Twitter のフォロー、Facebook のフォロー、全部お願いします。